まだ早いし、どこかへ行く？君、時間はある？とても個人的なことなんだけど、手伝ってほしいの。前回特効薬を回収し処理してくれてありがとう。もう一度お礼を言わせて。でもバフの試薬を処理するだけでは医療物資不足を解消できない。すぐに対処できない患者も多くて、私の薬のストックも底をつきそうなの。君たちのおかげで上層階へとつながる炉心の通路が再び開放されたでしょ。だからこの機会に上層部に行って支援をお願いしてこようと思っているの。君は本当に面白いわね。私が以前話した養父母のことはまだ覚えてるかしら。炉心の通路が再び開放された時にあることを思いついたの。養父母宛てに手紙を書いて散歩に届けてもらおうって。あまり期待はしていなかったけど、散歩は母からの返信を持ち帰ってくれたのよ。返信を手にした時、私も君と同じことを思ったわ。父も母も昔と同じ場所に住んでいたわ。二人とももう仕事はしていないけど、学校や病院のつてはまだあるはず。運が良ければ火葬部用の医療物資を調達できるかもしれないわ。もちろんこの件とは別に両親との再会を望む気持ちも強いの。母の返信から私と同じように喜んでくれている気持ちが伝わってきたわ。可能であればの話だけど、君も一緒に来てくれない？よかったわ、これで一安心ね。すでにもう一度手紙を送って待ち合わせ場所を決めてるの。噴水広場の近くで落ち合いましょう。心配しないで、行政区の周辺は大体覚えているわ。まだ早いし、どこかへ行く？僕を濡らさないようにね。記憶の中の景色とあんまり変わらないわね。来たのね。ごめんなさい、ぼーっとしてたわ。この賑やかな通りを見て。上層部の生活は昔のままね。まるで何も起こっていないみたい。母との待ち合わせまでまだ時間があるわ。ちょっと考えていることがあって、母に何かプレゼントをしたいの。君は私より上層部に詳しいでしょ。何かいい案はない？からくり工房。ごめんなさい、よくわからないわ。もう少し考えてみましょう。そうだ、上層部には花屋があったはずよね。そこに行ってみましょう。ずっと火葬部にいたから長い間花の香りを嗅いでないわ。僕を濡らさないよ。
ルスティシャル、夏至って意味よね。ここはずっとこの名前なの？ごめんなさい、今の言葉はあまり良くなかったわね。きっとこの店名には何か純粋で美しい願いが込められているんでしょう。今思い返してみると、私たち家族にとって花を贈ることはとても大切な儀式だった。父、母、バフ、それから私も思い出を作るたびにいつも花を贈って喜びを表していた。花にまつわる話を聞いてくれる？父は毎年結婚記念日に赤い紙に包まれたマリボタンを母に送ってた。マリボタンの花言葉は永久不滅の愛。養父はベロブルグで有名な外科医だったの。だから父が難易度の高い手術を終えるたびに、私と母は弾用花を買って彼の医療服の胸ポケットにピッ。弾用花の花言葉は暖かな光に向かって。患者にとって父はきっと唯一の光だったはずよ。バフ、家族の中で最も花と縁でも、彼が医学院の合格通知をもらった日に両親に連れられて花屋に行ったの。その花をプレゼントした時、兄は笑ってくれたの。彼を笑わせるのは至難の技なのに。私はずっと自分の誕生日を知らなかったのよ。養父母は、両親は毎年その日になると私に初雪八楽をプレゼントしてくれた。後から知ったんだけど、初雪八楽の花言葉は美しい記憶。私はまだ どうしたの？花を選ばない？それとも私の家族と？わかりました、マリボタンですね。少々お待ちください、すぐに用意します。お待たせしました、どうぞ。またのご来店をお待ちしてます。選べた？どんな花を選んだのか見せて。マリボタン、素敵な選択ね。父は今でも母に結婚記念日の花を贈っているのかしら。君ならきっと素敵な花を選んでくれると信じていたわ。両親もきっと喜ぶはずよ。行きましょう、もうすぐ約束の時間よ。待たせるのは良くないわ。Thank you.
母さん。ナタなの？早くこっちに来てちょうだい。お母さんに。久しぶり。ずっと会いたかったわ、お母さん。ごめんなさい、オスウェル。元気だった？この10年間、父と母のそばにいてくれてありがとう。私は元気ですよ、ナターシャ。お嬢様、お嬢様は素敵なレディーになられましたね。旦那様がそのお姿を見られないとは。お父さんはどうしてここにいないの？まさか。3年前のことよ、ナタ。でも悲しまないで、お父さんは苦しまずに行けたわ。ごめんなさい、お母さん。この10年間そばにいられなくて、オスウェルにも苦労をいっぱいかけたわね。そんなことをおっしゃらないでください。旦那様と奥様のおそばにいられることは、私にとってとても名誉なことです。それに上層部と下層部が行き来できなくなっていたのはあなたのせいじゃないでしょ。自分を責めないで。お母さん、話したいことがたくさんあるの。でも今はもっと重要なことがあるのよ。力を貸して。ごめんなさい。もっと再会を一緒に祝えればよかったのだけれど、下層部にはまだ病気で苦しんでいる大切な人がたくさんいて、今はお母さんしか頼れないの。謝らないで、私の大事なあなた。下層部でのあなたの話を噂で聞いたわ。たくさんの人の命を救ったのね。お父さんもきっと誇りに思っているはずよ。我が家は医学院につてがあるから、薬でも文献でも問題なく入手できるわ。医者としての務めを果たしなさい、ナタ。この先再会の喜びを共有できる時間はたくさんあるはずよ。彼女はずっとそうなの。全然変わってないわ。母の支援があればきっと下層部の医療物資不足は解消されるわ。そうすれば絶望している多くの患者たちも希望を抱くことができるはずよ。一日中母とゆっくり昔話をしたいけど、今はもっと大事なことがある。下層部に戻りましょう。助けを必要としている人たちにこのいい知らせを伝えないと。ナターシャ、お嬢様、お待ちください。オスウェル、母と一緒に戻ったはずよね。ナターシャ、お嬢様、申し訳ございません。母の前では言えないことなのね。お嬢様は幼い頃と同じように鋭く聡明でいらっしゃる。実は上層部と下層部が封鎖されてから最初の2年間ほど、バフ坊ちゃんからの手紙が何通も届いていたんです。何ですって？バフからの手紙、本当なの？もちろんです。お嬢様、私が坊ちゃんの筆跡を見間違えるはずがありません。お嬢様もそうでしょう。実は坊ちゃんの手紙は全てお嬢様宛でした。封鎖令のため
下層部には届かず旧宅に戻され、私が受け取っていたのです。なぜ父と母に手紙を見せなかったの？私は申し訳ございません、お嬢様。実は気になり、一度だけ手紙を読んだことがあるんです。中には旦那様と奥様には知られないようにと書かれておりました。ですので見つからない場所に全ての手紙を隠して、お嬢様が上層部にお戻りになられた時に渡すことにしたのです。ナターシャ、お嬢様、この選択が正しかったのかどうか私には分かりません。私はただ旦那様と奥様が思い悩む姿を見たくなかったのです。今手紙を持ってるの？お末、見せてちょうだい。もちろんです。どうぞ。お嬢様もきっと坊ちゃんの筆跡だと分かるはずです。骨身に応える寒さに自分の傲慢さを思い知らされた。サンカーレ、バフはベロブルグを離れてからも吹雪免疫の研究を諦めてなかったんだわ。僕は放棄された建物に住み着き、吹雪の中で手紙の内容が本当なら、バフは雪原のどこかに実験室を作り成果まで得ているはずよ。手紙を書いてまで嘘をつく理由はないわ。もちろんこの手紙を書いた時にはもう完全に正気を失っていたという可能性もあるけど。ねえ、ここを出て兄が残した研究成果を探したいの。一緒に来てくれる？ここを出る？ナターシャ、お嬢様、それはあまりにも危険です。わかっているわ、オスウェル。でも彼女は下層部を救った英雄よ。必ず私を守ってくれるわ。そうでしょ、バフ。あれから何年も過ぎたのに、まだあの吹雪をさまよって。何でもないわ、独り言よ。行きましょう。こんな環境下で人が生きていけるとは思えないわ。吹雪免疫なんてものが本当にあるのなら話は別だけどね。もっとペースを上げましょう。凍死する前にバフの痕跡を見つけないと。
ここに実験器具のようなものがあるわ。バフが残したのかもしれない。廃棄された試験管やビーカーみたいな容器しかないわね。試薬のサンプル、実験記録のメモすらないわ。私は兄をよく分かってる。彼は実験に対して恐ろしいほど厳格だったわ。雪原の奥の方も探索したいんだけど、君は大丈夫？気温がどんどん下がってる。でもここまで来て諦めたくないわ。優しいのね。気持ちだけ受け取っておくわ。遅延のボスを見くびらないで。行きましょう。今まで考えたことはなかったけど、今回は剣僧者たちが崇める神が少しでも私たちに運を分けてくれることを祈りましょう。市民か？城壁の外にいるだと？おい、二人とも動くな！あのシルバーメイン、私たちに向かって叫んでいるのかしら。あ、忘れるところだったわ。許可なくベロブログを離れるのは犯罪だったわね。どうやら弁解が必要みたい。殊勝な態度ではあるが、今の話は信じがたいな。隊長、この医者のネックレスを見てください。彼女の言ったことは本当かもしれません。それはバフ先生と同じ。私と兄は確かに同じネックレスをしているけど、どうしたの？あなたは本当にあの方の妹なのか？彼は俺たちの命の恩人だ。命の恩人？そうだ。城外で巡回をしているシルバーメインは皆死と隣り合わせだ。モンスターが徘徊しているだけじゃない。毎年この極寒のせいで殉職する兵士は少なくない。バフ先生が残してくれた交換薬のおかげで氷像になる心配もなく、この雪原で野営や巡回をすることができるようになったのだ。交換薬、吹雪免疫ね。それは俺たちにもわからない。バフ先生はいつも神出鬼没で、俺たちの正体は一度しか会ったことがないんだ。彼はあまり話をしたくないらしい。毎回薬箱を特定の場所に置いて巡回している隊に持っていかせているんだ。彼の薬の効き目は強力で、小さな瓶一つで一週間は寒さを感じなくなる。そういえば前にバフ先生が目撃されてからだいぶ経っているな。だいたい3年くらいか。つまり彼は本当に雪原で実験を成功させたのね。それで君たちは薬に副作用はないの？副作用？特に何も感じないな。不便な点があるとすれば、薬が切れるまで町に戻れないことだろうか。体中が熱くなるから町に戻るとあまりの暑さに汗だくになってしまうんだ。情報を提供してくれてありがとう。私たちはもう少し雪原の奥まで行って兄の安否を確認するつもりよ。どうやら決意は固いようだな。護衛をつけたいところだが、勤務中の小隊が無断で持ち場を離れることは固く禁じられているんだ。こうするのはどうだ？これはバフ先生の交換薬だ。持って行ってくれ。話が本当なら二人とも自分で自分を守れるだろうし。ありがとう、もらっておくわ。
待って、あそこにモンスターがいるわ。見えた？モンスターの後ろに何かがあるような。そうだわ、吹雪免疫。飲むかどうかは君が決めて。戦闘準備はバッチリよ。君の背中は私に任せなさい。気づいてる？バフの薬が効き始めてる。こんなに温かいのね。おやすみ。私が守る。我に力を。しつこい。手の施せ。ダンス。代価を払う。我に力を。我々は塔に嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。鬱陶しいわね。楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スターレイファントム。終わったわ。こんなに近くで君が戦う姿を見たのは初めてね。かっこよかったわ。さすが仮想部の英雄ね。向こうを調べてみましょう。バフに関するものが見つかる予感がするの。これは実験記録。バフの筆跡よ。ここが彼の最後の実験室だったのね。最後の実験は2年前のようね。その後に何が起きたのかしら。実験記録の内容から察するに、彼は今も吹雪免疫を改良する方法を探しているようだけど。兄さん、一体どこに行ったの？どこに？ごめんなさい、取り乱してしまったわね。オスベルが保管していた手紙を見たとき、わずかな希望が胸に芽生えたの。こんな危険な場所までついてきてもらったのは私のわがままよ。彼がしたことは許せないわ。兄に会いたいという気持ちをごまかすことはできない。さっき、私は喜ぶべきだったのかもしれないわ。完璧とまではいかなくても、彼の忍耐は報われた。罪のない人を傷つけた加害者であることも、かつて犯した悪事も忘れないわ。悪魔の手から生まれたものだとしても、吹雪免疫は後世の人々の助けになる。人という生き物は本当に矛盾だらけね。これらの実験記録と資料は持っていくわ。バフの未完の研究は私が引き継ごうと思うの。でもここを離れる前にもう一つだけ手伝ってほしいことがあるの。これが最後だって保証するわ。これでいいわね。吹雪の中、確かにそうね。少し考えてもいいかしら。バフ、我が兄、これでいいでしょ。私の最後の願い事を見守ってくれてありがとう。さようなら。
兄さん。父の教えをまだ覚えているかしら。医者に患者を選ぶ権利はない。子供たちよ、覚えておきなさい。助けを求めてきた人を決して見捨ててはいけない。